はい、米市研究家ムイ&カッチャンネルのカッチャンです。はい、ムイです。今も雷が鳴っとる最中でね、ちょっと早めに撮影を。雨がパラパラしてきましたよ。おっと、大丈夫か、これ行ってみようか。行けるとこまで行って、ダメだったら帰る感じで行きましょう、うん、こことは相性が悪いな、俺らな。ちょっと悪いな、初めてやな、こんな相性悪いの。さて、今実際なんていうのはちょっと明るいんですよ、範囲的に言うと、うん、まだ夜っていうほどのそれではなく、こんな感じでも霊感的には人何かしてます。オープさんはいますね。なんていうか、雷鳴っててまあまあ天候が悪いわけですけど、まだ雨粒がそのオーブに見えるようなあれはない。ないない。よしよし、じゃあ OK。 まあまあ虫がおって、まあまあ雷が鳴っとって、このうるさい中ラップ音がなんていうのちゃんと動画越しで聞こえるんだろうかって不安を感じてる、うん、ああさて、では皆さん行ってみましょう。さあ行きましょう。ちょっと大丈夫、足でこっちどっか向けて撮影していく。何が？霧が出てきたね。相性の悪さやべえな。本当やな、本当相性悪いな今日。もうダメだぞこれ。もう取れんぞ。これ分かるやろ、この白いの。あ、なんかチャポン言いましたね。雨降った後やる、すごいな。ジメジメしておりますな、空気が。雨降ってない？俺はまだその雨を感じてないけど。感じないんだけど。おや、前回のあれはどこ行った？霊感？うん、ものすごいな。そうだから、なんかスプレーあった方がいいかなって。ものすごい、お前スプレーあってもさねえやろ。スプレーの風圧でなんとかなるかも。まあ最悪なんていうの、そのうん、ホワイトボードでわっちゃわっちゃやってくれる。うわっ、なんか急に霧がすごくなったぞ。はい、階段もこっちだよ。はい、あれもう着いた。出さん方がいい。うん、今すごい、ね、頭に水垂れてきて超ビビった。うわうわうわ、待って、めっちゃ上から水垂れてくるんだけど。
違った、これがゴールですよ。これがゴール。ないよ。ないよ。ここまでだよ。あれー、困ったもんだ。幽霊全然ヒットしない。あれー、この間なんていうの、さっちゃんを困らせたやついなくなってる。いないんだ。誰かに取り付いたか。うん、誰かこれいないんだ。どうしますか、戻ります。戻ります。何もない。これは困った。すげえ困った。でも頭がクラクラしてたのはな。何か効果あるじゃないか。よいしょ。こんな研究所があったらさ、はい、ああ、写真はもうダメか。全部がオーブンの人は、そんなインチできんの俺に。へえ。やっぱここだけなんだよ、頭がクラクラするのは。今どんな感じ？ああ、えれ。えれ。なんだろうな、無意はそんななんかあるわけじゃないからな、安定の。えれ。なんでここだけが、ここ、いつ前もここやったもんな。そうですね、この帰り道っていうか。ふらふらしてくる。えらい。ここなんだよな。まあ、強いて言えばこうやって、木がいっぱいあるやん。はい。なあ、ほんで、もやがあるんやけど、ここにも、こんな感じでカーテンがこういうふうになびいとるような感覚に見えるのよ、今僕が。木々の間に。そうそう。何かよからぬものなんだろうな。これ見てみ、ボードも湿気だもん。もう、ああ、なんか書きづらいです。うん。いや、これ水玉になっとる。ほらこういう。あら、まあだろう。全部湿気で、お前全部ベタベタな。ここにすごいベールが、なんかのベールがあるのよ。じゃあ、なんならこれを直進した向こうに何かある可能性が、あれじゃないの、なんだっけ、名前忘れたけど、あのちっちゃいなんか休憩所みたいなやつ。ああ。何かのベールがあるんだよな、ここに。何やろな、これ。うん、そこのあれは違う。これだろう。違うよね。うん、この辺りなんだ。この辺りからこのぐらいにかけて。霊道かな？ベールかな。霊道だったらな。まだあれなんだけど、霊道ではねえんだよな。うん？おお、びっくりした。何？今。動物はな、ほっとけ。ここに木があるんやけど。はい。今こういうふうに何かが、白いものが飛んでいった。あの左から右に、右方向に。大きさは僕の具、手の具ぐらい。うん、うん、こういうふうな感じで今飛んだな。びっくりした。いることはいるんだな。何かがいるんだ。何かがおるんだけど、何かつかめに今俺頭がクラクラするだけ。それはこっちはこっちで何か引き込もうとしてるっていうことなんですかね。引き込もうというけども、うん、何か意思を持ってもらおうとしてるんじゃないかな。何かに気づいてほしい。
もうダメだわ。取ってももう水分が光って。オーブじゃねえよ。こんな時間に来ちゃかんわ。この雨降った後は。よいしょ。この辺まで来たらちょっとは楽になりましたか。はい、楽です。この後ろの吊り橋のあれが分かれ道になってるところ。そうですね。今日は何も取れたかゼロです。見えるのももうゼロでした。感じるのもなし。もう超最悪。ベーシ研究家、今日は失敗に終わりました。すみません。すみません。いや、なんだろうな。相性、ここだけはなぜか知らん。相性悪くて、ね。でも一応変な感じはしてるんですよね。そのそう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 、すごいなんかにベールに包まれた怖さがあったのよ、ずっと。そのベールはやっぱり良くない、強いやつ。良くない。下手すりゃな、今までの中では結構不気味な方だと思うけどな。だけどそれが全く見えない俺に。普通のそこら辺におる幽霊さんいっぱいおるんだわ。ああ、モブって言ったらあれだけど、そういうなんか一般幽霊はいるのね。うん、だけど一番その体を通り抜けるやつがわからんねん、早すぎて。じゃあかっちゃん、最後にあの今この角度でこっち向こう見て、橋の方見て、幽霊何体います？どんな風にいます？書いたろか。と今ね、皆さんから見れば、ここに木があって、こういうふうに枝があるね、木がこういうふうに、はい、木がこういうふうにあるね、枝にね。うん、その一番低いやつですよね。そう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 。で、はい、ここは僕らが立ってるとするしますね。はい、この木、そうですね、はい。そうすると、ここが草むらになってるんですよ、こうやって。で、ここに道がこういうふうにあるね。こういうふうに。で、今、ここにこういうふうに、こんな感じで人が、もやもやーんと。で、ここに見えない火の玉がもや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 ーんと飛んでる。そうだね。で、なぜか知らんけど、この辺りにやっぱりベールがこういうふうに、なんか何かの強いマイナスエネルギーを感じてるっていう状況。あれ？もうこの入り口時点であるのか、それ。あ？この辺り、この辺りの奥からずっとこういうふうにベールが、何かのマイナスエネルギーがここにあるわけ。ここら辺に。ちょっと見せて。向こうの要は道路を越えたその木々のエリアっていうか、そういうところですよね。そうずっとあの中。それ今これ歩いてて平気？あのね、地味に暗くてあれだ、あれなんだ。この木々があって。この辺。なんか皆さん感じます？